インド南部では、大型サイクロンが接近している影響で大雨と強風が続き、インド、隣国スリランカでこれまでに15人が死、152人以上が行方不明となるなど数。が広がっています。インドの気象等によりますと、インド南部に接近した台のイクロンの影響で、30日からインド部とスリランカで大雨と強風が続いています。風速30メートル前後の強風と吹いているインド南部のケララ州やタルド州では、住宅が崩れるなどして28人が死亡したほか、漁業関係者と150人以上が行方不明になり、イン、海軍が捜索に当たっています。またスランカでも、倒れた木の下敷きにして7人が死亡、30人以上が怪我。